コボは、アメリカ合衆国のミズーリ州、セントルイス出身のハードロックバンド。そのサウンドと音楽性から、ポストグランジにカテゴライズされる。2000年末、ギタリストのクリス・ホブスベーシストのライアン・ケンプドラマーのチャドラ・ロイは、バンドのボーカルを探していた。親しい友人である、モダン・デーゼロのスコットガート・キントリッチ・クライバー村の支援で3回のオーディションを経て、 まだ無名であったケイシー・ウォーカーがボーカルに決まり2001年の3月にはホローとして活動を開始した2001年末マイク・トーマスをホローのセカンドギタリストに迎えた2001年にはホローはフォールン、ステート・オブ・マインド、アン・サングの3曲をデモソングとして公開2001年末にはバンドの名称をラテン語でホローを意味するコボへと変えている 2002年、コボは最初の EPA Space 2 Fill をリリースする。この EP は、スコット・ガートキンとリッチ・クライバームが、プロデュース、レコーディングとミキシングは、ミズーリ州フォーリテルにある彼らのトレーラースタジオで行われ、ブレット339レコーズからリリースされた。コボは、モダンデーゼロとのライブを通して、ファン層を形成していく。シングル Space 2 Fill の2曲は、 セントルイスのローカルラジオ局を通じて流され、セイアゲーンは WVRV と KNSX が KPNT はアンサングを取り上げた。コボは次に4年後の2006年9月にフルアルバムザ・ペインフルアート・オブ・レッティング・ゴーをリリース。同2006年中にウォーカーがバンドから脱退したライアン・ケンプの代わりにベーシストのブライアン・スミスをバンドに招いた。コボは セカンドイップシャンピーンを2008年にリリースされ、注目されるようになる。この EP の中でも、シャンペーンは 105.7KPNT の目に留まり、放送されることになる。このシャンペーンの成功は、コボに演奏の機会を与えることになり、ストーンテンプルパイロッツのオープニングを飾った。このことが、ワーナー・ブラザーズ・レコーズ代理人の目に留まり、2008年にコボは、 ニューヨークへ飛びワーナーそしてリプライズで演奏することになる。コボのメジャーデビューアルバムブライトナイズダークデイズは2009年8月11日にリリースされた。ザニクソンズのザック・マルイとノルウェーの作詞・作曲チームエスピオナージが制作に参加、録音はデビッド・ベンディスがプロデュースした。シャンペーンはビルボードメインストリームロックチャーツで1位を獲得した。クラッシュは トミー・ヘンリクセン、ボビー・ハフ、ザック・マールイが制作したが、こちらもホットメインストリームロックトラックスで6位を獲得している。2009年には、レッド・イット・ゴーが、トランスフォーマー、リベンジの主題歌に採用され、同作のサウンドトラックにも収録された。2008年のクルーファストには、ヘルスドーム、レブ・セオリー、レッド、シーベル、ドートリー、ライフハウス、シャインダウン、 シックパピーズ、レブセオリー、ザビアユニオン、フレーミング・ハンリーと共に参加した。2010年にドートリー、ライフハウスとのセカンドツアーを終えると、6月から、ブラック・サンシャイン、シャーマンズ・ハーベスト、アトム・スマッシュ、ブルック・ロイル、アメリカン、バントツアーを開始。初のヘッドラインツアーとなる。現在、コボは次のアルバムの制作中であり、2012年1月の、 リリースを予定している。このアルバムには、すでにバンドのコンサートで演奏された、ラストデー、サークルズ、サザンスマイルなどの新曲も含まれる。ノーツありがとうございます。